はい、おはようございます。今日で花束が63ですね。今日から6月ですね。63ですね。これ62だったからね。63の6月1日の花束です。おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。今日は天秋は準備ですね。準備、何の準備かっていうとこちらですね。はい、明日から始まります手ぬぐい展ですね。明日から始まる手ぬぐい展の準備で今日天秋はいませんね。明日から始まりますね。台風がちょっとどうかなって、ちょっとだけそれた感じもしてますけども、雨が降りそう。ただなんかこう離れたところの方でも降ると強く降るとこあるっていう話だったんで、雨風はいつも以上に強くなるのかなと思ってますね。明日から開催となります手ぬぐい展です。4つ目、染め布の者さん、アトリエラヒオさん、ドゥカティさん、いろはなさんの作家さんが参加されてます。参加していただいてます。よろしくお願いします。で、次はこちらですね。6月に入ったんですけど、店主から新しい記事が来るまではこちらですね。ナノフルーツじゃなかった。ベアフルーツですね。すいません。ベアフルーツですね。ベアフルーツを紹介してます。ね。また新しいのが来たらそっちに変えますけども、それまではこちら、ベアフルーツ。よろしくお願いします。あとは、刺し子の記録帳をつけてます。ね。お願いします。で、おしまいかな。おしまいですね。から刺しますよ。刺しますよ。刺しましょう。はい。じゃあ、いきます。いきましょうかね。もう、こうですね。今日も1ラインぐらい刺せばいいかな。よろしくお願いします。じゃあまずコメントもいただいてるので、コメントね、あ、いただいてますね。さっきですね、7分前になってますね。シポンさんからいただきました。シポンさん、ありがとうございます。おはようございます。さしこちゃん、おはようございます。おはようございます。約半年前の動画から、約半年前の動画からワープしてきました、ね、なかなか見れなくてっていうのがあったから、ちょっとずつ見ていただいたのかな。ありがとうございます。まあ、それとも水にワープしてきたのかな。ね、どっちもありますね。見てる途中だけどワープしてきましたっていうのもあるかもしれない ね。ありがとうございます。で、なかなか見るのが追いつかなくてコメントできないのは寂しいので、見てない分書いてますね。見てない分は後でゆっくり拝見することにしましたと。ああ、すいませんね。もうありがとうございます。ね、すいません、本当。で、ここ数日でやっとインスタの面白さが分かってきまして、やっとですか。インスタの面白さが分かってきまして、今まで放置していましたが、ああ、今やってなかったわけじゃないんですね。やってたけど、面白さが分からずっていうか、ね、そこまでじゃなくて、で、ここ数日でやっとインスタの面白さが分かってきたってことね。で、今まで放置していましたが、いろいろ発信してますと。あ、発信。ね、多分、さしこちゃんと思われる方を、フォローさせていただきました。あの、シポンは本人ですので、で、かっこ笑いね。これね、分かりました。ありがとうございます。シポンさん、それこそシポンさんらしきっていうか、まあ、シポンって書いてたから、シポンさんなんだろうなと思ったんですけど、僕もフォローはね、バックせずに、そのままに今してまして、これいただいたので、これっていうのが、このコメントね、これコメントいただいて確実なので、僕もフォローバックをさせていただきます。ちょっと後でになりますけど、よろしくお願いします。で、それはそうと、私は箸の持ち方ができません。おお、箸の持ち方できません。あら、そうなの？握力で無理やり掴んでる感じなので、年取って握力がなくなってきた今は、掴むのが辛い時がある。本当、それもかなりじゃない、その、箸の持ち方以前に箸を掴む、ね、箸、大丈夫？
ちなみに包丁を使うのも下手くそですって書いてある。いや、箸使うのは辛い時がありますって聞きますね。そう、持ち方以前にちょっと握力がってこと？ね、ちなみに包丁を使うのも下手くそですと。旦那には、かっこ編み物ができるくせに、料理ができないのは変だと、かっこ返し過去ね、と昔言われたことがありますと、汗マーク。でも、手芸と料理を紐づけて考えるのは、それこそ変ですよね、ってクエスチョンで笑い。あ、まあそうですね。それこそ、まあ変というか、まあそれはちょっと話が別問題ですよね、ってことですね。ね、っていうコメントいただきました。ありがとうございます。シポンさんね、ワープして、ね、久しぶりでもないんですけど、ね、シポンさん的に久しぶりいた、ね、してくださったコメントがなんかまたすごい内容ですね。ね、そうか。で、まずちょっと最初の方からいきましょうかね。まあ、ワープしたはもうさっき言いましたけど、で、インスタの、あ、そう、インスタはね、さっきも言いましたけど、そう、この方かなって思う方にフォローしていただくこととかあるんですけど、基本はなんかこう、まあ、そのタイミングでこう、メッセージいただくか、そういうコメントね、この動画とかでコメントいただくかしないとね、僕は基本はね、フォローバック、基本はということもないんですけど、あんまりフォローバックはね、何でもかんでもはしないように今してまして、やっぱほら、同じ名前の人もいるし、たまたまってこともあるし、僕が勝手にこの方かなと思ってて、違ったらね、相手の方にもちょっと失礼かなっていうのもあるし、で、あとはまあ、僕の個人的な感覚で言うと、インスタいっぱいフォローすると、今度こう、見たいって思う人が見れなくなっちゃうっていうこともあるので、まあ、見たいと思った人はもう検索とかすればいいんでしょうけど、だからね、それこそね、昔はね、いっぱいフォローしたりとか、させていただいたりとかしたんですけど、今はね、シポンさんと逆で、僕も全然今発信 してなくて、本当にたまにしか発信してないので、僕こそ今、インスタの面白さがあんまり分かってないというかね、見ないことはないんですけどね、見ないことはないけど、こう、もう、全然見ないです。どっちなんだいってなりますけど、そんなにこう、インスタチェックしなきゃダメってほどでもない、もう、ちょっと時間空いた時に、ちょっと見てみようかなってぐらいの感じ。で、インスタ見なくてもこうフォローとかしていただくと、あれ、なんて言うんですか、スマホの画面にね、出ますよね、ちょっとだけの間、なんていうの、なるじゃないですか。スマホいつも触ってるわけじゃないから、なんかこう、ちょっとしたこうバッチみたいなのが、こう前に、画面の前にこうメールが届きましたとバーって出ますよね。あれで気づいて、た時に見るとか、本当にこう、そこまでね、依存はしてない感じなので、僕はですね、だから全然なんですよ。 全然なので、見ます、フォローさせていただきますね、フォローして、だから僕もメッセージなんか送りますね。なのでね、まあ、昔それでこう、人を間違った経験があるとかそういうことではないんですけど、あんまりこう、むやみやたらにするのは、で、するときには僕も逆にこう、フォローを、どうかな、僕もっていう、どうかな、僕もあんまり人をフォローしないからな、自分から。されたらするっていう感じが最近多いので、だからスポンさんは、確認してます。シポンさんらしき人。まあ、シポンさんなんですけど、フォローいただいたらね。見ますね。してたんですね。してたっていうか、まあ、してますよね。大体してますよね。インスタね。楽しいですか、皆さんね。僕はね、もうそこまで。ね、前はね、頑張ってね、やってたんですけど、頑張ってって言ってる時点でダメだけどね、
極力こうお店の、まあ自分のことよりもお店のことをよく発信してたんですけど、なんせね、文章を書き出したらね、ちょっといろいろ考えたりして、もうちょっと時間かかっちゃうんで、と思って、ね、気軽にやってた時期もあったんですけどね。こう、ずっと続いちゃうとね、マンネリしちゃうともう続かなくなるっていうのもあるのかな。個人的にね、個人的に。から今のところは積極的に発信はしてないですけど、たまに、本当にたまに発信しますので、よろしくお願いします。あと、他してくださってる方もいると思うんですけど、メッセージなどいただければ、フォローバックはね、極力させていただくというか、よろしくお願いします。で、すみません。もう終わろうとしたけど、で次ですね。で、次は箸の持ち方。箸の持ち方ね。昨日だったっけな。下の子の箸の持ち方の話したからかな。ね、握力で無理やり掴んでる感じなので。箸の持ち方で言うとね、僕もね、あんまり正しい持ち方ではないんですよ。箸の。本当はこうでしょ？本当は。本当はっていうか、この間に、今どうやって食べるかな。まあ箸があっていただきますってして、こうするか。やっぱり僕はね、昔ってもうほんと子供の時こうだったんですよね。こうやってね、今でもこう 何をしてん、こうやってこう掴んでたんですよ。こうやってね、こうやってこう2本、こう2本、おかしいでしょこれね、だったんですけど、父親にこう教わったんですよね。次はこう。これもちょっと違うんですよね。普通ここに、本当はここにこう来るんですけど、こうだったんですよ。で、これがしばらく続いたかな。これ何がいいかっていうと、ここのこれをね、まあ、これでも一緒なんですけど、なんか、上の上も動かせるし、下も動かないけどね。上もこう動かせるし、下も動かせるしって、この、ここで支えてるからね。まあでもこれでもできます。こっちの方がやっぱ使いやすいね。今多分こうだと思います。こうかな。こうかな。本当はこうか。ここの指下か。僕はいただきますって言ったら、こうな気がする。ここの指がね、下に来てない気がするな。こうかな。これがいいのはさっきも言ったけど、これの時と一緒なんだけど、上も動かして下もこう。まあ、これも動かせる。あ、これ動かせるね。なんか指が間に入ってると、ここがつかめない、つかめるね。多分今こうです。ちゃんとしたっていうか、ちゃんとした箸の持ち方になってる気がするけど、箸の持ち方の動きというか、こう流れで言うと、こう、もう本当にちっちゃい時、こう、小学生ぐらいまでだったかな。小学生の低学年ぐらいまでこうしてたかな。こうなって、こうなって、こう。こうなって、こうなって、こう。おしまい。っていう感じで、で、それは僕の話はいいんですよね。で、その箸の持ち方ができませんと、で、そう、これ書いてたけど、この箸の持ち方の問題よりも、この握力がってことね。握力はなんでですかね。もうそんな握力もそこまで辛いんだね。なんかあるんでしょうね。僕にはちょっとわからないけど、シポンさんの中には持つのが辛いか。腱鞘炎みたいになってってことかな。違う。腱鞘炎じゃない。そういう問題じゃない。そういう問題、そういう話じゃない。なんでしょうね。辛いんですね。まあでも、辛い時はね、もう、箸以外のものとかでもね、別にフォークとかでもできますしね。まあ、こう使いやすいものを使う方がいいかもしれないですね。で、その下にが包丁使うのも、包丁はまたこう、包丁こうだからね。こうだから、まあ力が、まあできる。まあでも握力って意味ではそうか。箸よりも握力使うからきついかもね。箸がきついならね。ねえ、包丁も、あ、包丁は下手くそですって書いてますね。持つのが辛いわけじゃなくて下手くそですって書いてますね。
で、この最後ね、最後というか、旦那さんには編み物ができるくせに料理ができないのは変だっていうね。まあ、これはまあちょっとさっきも言ったけど、まあ、別問題ですね。で、僕気になったのはこのくせにですね、このくせにをね、言っちゃダメ。僕が思うのはね、僕もっていうか気をつけるのは、やっぱね、話してる時に何々のくせにはね、やっぱね、言わない方がいいかなって思ってます。僕個人はね。そう。やっぱ子供の手前、何々のくせにとか、まあ、こう、言うと、もうすぐ子供が吸収するから、何々のくせにって言わないな。なんて言うかな。なんていうかな、編み物ができるくせに、編み物ができるのに、包丁ができないって、みたいな言い方するかな。くせにいらないですもんね。言葉の流れでね。編み物ができるのに、料理ができないって、みたいな言い方するかな。言うとしたらね。言うとしたらね、言いませんよ。この言葉自体言わないですけど、全然言わないんだけど、この言葉、書かれてある言葉をね、使って、まあ、自分だったらっていう時にはね、くせにはまずね、くせにっていう言葉を使わないようにしてます。結構意識的に。こう、意識的にこの言葉は使わない方がいいっていう言葉ってあるじゃないですか。ちょっと例えが出てこないけど、あんまりこう気持ちがいい言葉じゃないなっていう言葉ですね。まあね、やっぱこう、でかかったとしても言わないようにしてるね。やっぱね、ほんと気をつけないとね、出るんですよね、その発言がね、子供が使ったりするから。それこそ昨日なんかでね、下の子がね、なんかでね、めんどくさいっていう言葉を言ってて、なんでそんなこと言うのって言ったら、まあ僕らもたまに使うんですけど、いや、そんなに頻繁に使わないから、なんかね、なんかのフレーズっぽいから、上の子に聞いたらね、なんか CM かなんかでやってるよみたいな感じかな。それを覚えてるんですよね。だから、もうしょうがないですよね。自分たちが言わなくても、やっぱそういうね、まあ、友達の間だったり CM だったりで言ってるのを、まあなんかリズムがいいのかね、好きな面白い音楽の流れでこうそういうフレーズだったのか。だからね、言っちゃダメだよっていう、こう言葉として使ってるじゃなくて、ただ言いたい感じで使ってるからね。話の流れでめんどくさいって言ってるわけじゃないから、ちょっといかんと思ってね。まあ話の流れで言ってもいけないんだけど、気をつけてでもやっぱね、自分たち以外のところで吸収しますからね。ただ僕らが言ってないかっていうと、やっぱ言ってる瞬間はあるんですよね。なんかこう、だからめんどくさいも細かい 今日は何の話かな めんどくさいもね、やっぱちょっとね、細かい住み分けというか分け方があって、やっぱこのめんどくさいがいけないですね。臭いがね。なんかちょっと面倒だなとかぐらいだったらまだいいんだけど、面倒だな、面倒だねとかならいいんだけど、めんどくさい。この臭いがね、いやっていうか、そこがもうなんかちょっと言葉が汚れるっていうか、なんていうのね。ちょっと嫌な感じになっちゃうよね。受け印象がね。だからね、面倒なことはいっぱいある。ね。もうそれもあってしょうがないんだけど、そういう時はもう、ああ、面倒だなーっていうようにしないといけない。ね。ねえって誰に言ってる シモンさんに言ってるわけじゃないんだけど。で、途中でしたね。で、旦那さんの、その発言は昔言われたことがありますと。だからこれも言っちゃダメ。僕個人はね、そう思ってます。でも、手芸と料理を紐づけて考えるのは、それこそ変ですよね。ああ、まあ、それはそうかなって思いますね。なんなん、なんなんなのに、なんなんだね。うん、まあ、それはまた別問題。
言うんですよね。やっぱね、言う側の気持ちと言われる側の気持ちはやっぱ全くイコールではないから、そういうつもりで言っているわけではないんだろうけど、受け手としてはやっぱり言葉をリアルに感じてしまうからね。だから言葉って本当大事ですよ。大事です。ね、ありがとうございます、スポンサー。あ、ちょっとなんかすごい引っ張られてるな。ここがなんかすごい突っ張ってるな。こんな突っ張ってた。ちょっと突っ張りぐらいでいいのかな。ね、ちょっとここ突っ張ってるから、ちょっと緩めましょうかね。どうやったらいい？ここ戻すか。ちょっと突っ張ってる感じがあるので、たらいいかな。いいね。はい、じゃあ今日はここまでなんですが、ここまでじゃなくて、シボンさんありがとうございました。シボンさんのコメントを読んでたら、もうちょっと話がね、僕個人的にはこういう感じですっていう話がちょっと長くなっちゃいまして、ただもう20分過ぎたんで終わります。ちょっと待ってね。1列はね、刺したんでね、1ラインはね。で、明日からこっち側行きましょうね。はい、ちょっと、まあ、入っていって、まだ終わる準備ができてない。よいしょ。なので、何度も言いますが、スポンサー後でフォローさせていただきますね。ね、コメントも送らせていただきます。はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。